ユミちゃん、いよいよ私たちの番だね。ええ、アスカさん、今日の私は一味違います。覚悟はいいですか？ユミちゃん、覚悟するのはそっちだよ。私、ホムラちゃんに修行の相手をしてもらったから、かなりパワーアップしてるよ。ホムラさんが修行の相手？あ、また怒っちゃう？善人が悪人と付き合っちゃって。いいえ、学園祭で戦ってみて分かりました。悪にもいろんな人がいること。そうだよね、ホムラちゃんとか一緒にいると面白いもんね。ホムラさんはアスカさんが大好きみたいでしたよ。本当に？でもホムラちゃんは私に会うといつもガミガミ言うよ。修行はしてるか、怠けていないかってさ。まあその口うるさい感じがちょっと癖になっちゃったりするんだけどね。悪人と仲の良い善人など、少し前の私なら絶対に許せなかった。でも今は？そうですね、少しだけ考えを改めました。少しだけ？完全に考えを改めるのは、アスカさん、あなたと限界ギリギリの勝負をしてからです。うん、分かった、勝負だよユミちゃん。善でも悪でもない、ただの忍びとして私の全てをぶつけます。見ててください、おじい様。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。アスカ、舞い忍びます。最終戦、勝負！私の勝ちですね。まだまだだよ。どうして、どうしてまだ立ち上がれるのですか？ユミちゃん、私はまだ限界ギリギリじゃないよ。まだまだユミちゃんに全部ぶつけてない。わかりません、やられてもやられても立ち上がる。あなたの強さの秘密はどこにあるのですか？私の強さに秘密なんてないよ。私が戦う相手は
みんな私より強くて、私はみんなに離されないように必死に食いついてるだけだから。だって離されて差が広がっちゃったら、みんな私と戦ってくれなくなるでしょ。そんなの私嫌だから。アスカさん、私みんなと友達でいたいから、ライバルでいたいから。だから私は負けたくない、強くなりたいって思うんだよ。それにね、ユミちゃんが黒影さんのために戦うみたいに、私だって簡単に倒れたらじっちゃんに顔向けできないし。よくわかりました。ならばとことんやりましょう。どちらかが死ぬかもしれない限界まで。うん。そして戦いが終わった時、その時はアスカさん、私と友達になってください。もちろんユミちゃんも最強の友達の仲間入りだよ。ありがとうアスカさん。では残った私の力全て振り絞ります。アスカ舞い忍びます。最終戦勝負。
おじい様、ごめんなさい。私にはおじい様の悲願を達成することはできませんでした。それでも私は私、おじい様の孫で黒影の弟子です。おじい様からの愛を胸に抱き、忍びの道をまっすぐに進みます。そのことだけはこの命に変えても必ず守り通して生きていきます。それで許していただけますか、天国のおじい様。心からおめでとう。そしてさようなら。学園祭も終了です。もちろん半蔵学院を燃やしたりしないんだよね。当然です。半蔵学院はこれからも切磋琢磨するべき仲間なのですから。うん、そうだね。これで戦いにも一区切りつきました。みんなでお墓参りに行きましょう。そうですね、私たちの成長した姿を見てもらいましょう。だねだね。特に私とか超成長したし。みのりだってみのりだって大人になったから褒めてくれるもん。みのりちんはまだまだお子様じゃん。ブラックコーヒーだって飲めないし。飲めなくても大人だもん。黒影おじいちゃんはみのりを褒めてくれるもん。甘いな。黒影様は我の成長こそ一番喜んでくれるはずだ。ああ、ありえないし。むしろおめえいつまでつけてるんだって怒られると思うし。なんだと。黒影様はお面をかっこいいと言ってくれたぞ。はあ、二人とも子供っぽい喧嘩しちゃって。やっぱり大人なのはみのりだけだね。ちょっとみのりちん、何それ、ありえないんだけど。くぬぬぬぬぬぬ、みんないい加減にしなさい。黒影様は
みんなのことを喜んでくれるに決まってる。そうだね。うん。反省。では行きましょう。おじい様のもとに。どうよ、ユミチ。黒影おじいちゃん、綺麗になったかな？ええ、すごく綺麗になりました。おじい様、やっとお参りに来ることができました。おじい様、ユミたちは戦いを通して成長することができました。この成長をおじい様は喜んでいただけるでしょうか？これでようやく約束を果たせたね。半蔵、どうしてここに？ワンパイ先生はどこに？どこにという質問なら、ここにいると答えよう。なぜなら、ワンパイはわしじゃからだ。床に伏せていた黒影に頼まれていたんじゃや。もし自分の身に何かあったら、お前さんたちの面倒を頼むとな。だから変装をして決戦の教師をやっていたのじゃ。おじい様が私たちのことを頼んだ。お前さんたちのためなら、たもとを分かったわしにだって頭を下げる。あいつにとっては忍びのプライドよりもお前さんたちのことが大切だったんじゃろうな。では、どうしていちご大福やセクハラでわしらを挑発したのだ？すべては学園祭を通じて成長してもらいたいという親心じゃ。学園祭ではアスカさんだって危険な目に遭いました。一歩間違えれば死んでしまっていたかもしれないのに。そんな心配は無用じゃったな。アスカたちはやわな鍛え方はしとらんからの。
ワンパイ先生、今までありがとうございました。でもさ、なんでワンパイって名前にしたんだ？ワンパイとは、王杯とも読める。王杯、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 王杯ということじゃ。ニャッハッニャッハッニャッハ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 ッ。さて黒影よ、お前さんはわしの寿司を食べたことがなかったの。これはお前さんたちのためにも握ってきたんじゃ。思いっきり食べるといい。さあお祝いじゃ。新たな忍びの道の前途を祈って。
最高評価をいただき至極光栄に存じます。新たな技をひらめきました。